かんない。言うから、しかし。今大丈夫ですか？今大丈夫です。あの、先ほど。いいの？はい。事務局長ですよ。あ、本当ですか？じゃあ、俺なんかよりも。事務局長さん、どなたですか？あそこにいるから。あ、彼の方が暇だから、俺ちょっと質問やってなきゃいけないから。忙しい。今、この後にさ、ごめん。あのね、この後、インタビューしたいんだって。あの、制服コーデ部会の仕事だ。あー、どうぞ、お疲れ様です。よろしくお願いします。俺にちゃん、2枚目が出ると大変ですよ。あの、今、ネットテレビの IWG チャンネルというので、まあ、お話をいろいろ。はい、じゃあ、また後ほど、はい、また後ほど来ます。すいません、今あの IWJ チャンネルというネットラ放送でインタビューしてるんですけど、お話をお伺いしても大丈夫ですか？6時半のバス、はい、6時半の、はい、なんか今日はじゃあここに透かされてるってことは、はい、また原発だと思うんですけど、はい、あのどのような思いで参加されてますか？いや止まらないと日本滅びるからですよね、もちろん、はいはい、さっきあの私の手拭いをいただいたんですけど、タンポポ社と、はい、あの何か関わってらっしゃるんですか？はい、タンポポ社の会員です。会員というかそれで、この原発推進の理由が赤で全部書いてあって、はい、でそれが全部嘘だよっていうのを一つ一つ書いてる、まあ考えうることをほとんど書いてるんですよ。はい、ぜひ、はい、あ、はい、ちょっと待って、あ、はい、こんにちは、お土産で買って、ありがとうございます。友達です。大丈夫かな？あ、いいですよ、買ってってください。はい、あ、今途中だったんですけど、はい、はい、ごめんなさいね、はい、はい、とか、じゃあ、まあ、願い事というか、はい、今思ってることは、いや、大井が再稼働しないで、まず一旦全部止めることですよね。はい、何の役にも立ってないんで、今このタオルにも書いたんですけど、メリット一つもないと。動かすだけのメリットないし、事故がなくてもダメだし、あ、事故がなくても、放射性物質で何万でも回避しなくてはならないから、本当に原発作って人間はバカだなと思います。それから、まあ、最初の頃は1950年代とかね、その頃騙されてもしょうがないけど、はい、もう20世紀にダメだって分かってるのに今やってるっていうのは本当にどうしようもないですね。ただ利権だけで、それ以外のメリットないん で早く止めないと。残念ながら日本はもうね、17カ所で54基あって逃げるところないんで、すごくこれから辛いと思います。自分の子供たちにしたら強いと思うけど、まあ今一日でも早く止めないと、一日あたりね、白灰というか放射性廃棄物が原発で数基分、広島原発数基分毎日1日出るはずだから、でもうどこもね、放射性廃棄物引き取るとこないじゃないですか。6カ所村も真っ赤だし、だから燃料、プールに使用済み、プールに入れてるから、だから早く止めないとダメだと思います。ちなみに福島県の、燃料をね、あれは取り出しても捨てるところないから、多分福島に埋める形になると思うんですね。で、全ての原発の場所で全ての場所に埋めて、これからそれの廃炉を守る人が必要なんですよ。で、もう足りなくて、福島県では
避難民が保証金1年ぐらい経つんだけど、まだ何十万とかね、100万円ぐらいしかもらってなくて、いいかと。だから働く廃炉に行ってんですよ、みんな。元働いてない人、なぜそうしなくてはならないかというと、足りないからですよね。だからこれから再稼働するなら、再稼働するために廃炉にそっちに行く人数は動員がないんで、福島だけでももう目いっぱいなんで、被爆労働しなくちゃいけないんで、早く終わった方がいいと思います、はい、ありがとうございました。どうも長くなってありがとうございました。ありがとうございます。広めてください。はい、ありがとうございます。こんな感じでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。